にちは、綺麗になるてぃチャンネルのぐんじです。インスタグラムもフォローしてね。はい、というわけで今日のテーマはゴム1本でできるヘアアレンジ3つです。でですね、今日ご紹介するアレンジがこんな感じの3つになっております。これ全部ゴム1本でできて、ピンは使わないです。そして巻かなくても寝起きのまんまで OK のヘアアレンジになっております。で、ミディアムからロングさん向けのヘアアレンジになっているので、私がウィッグをかぶって後ろを向きながらセルフでやっていきたいと思います。じゃあ使うものとかも含めて早速やっていきましょう。ではスタート。なるてよ。はい、じゃあまず使うものは、今回はこちらの布のゴムを使っていきます。まあ、シリコンゴムでもどちらでも大丈夫です。今日はなんとなく布にしてみました。じゃあここから終始後ろ姿になりますので、こちら側で解説しながらお伝えしていきます。まずは髪の毛を一つにまとめます。髪の毛を縛っていきます。最後は毛先を出し切らずにお団子の状態で縛るのですが、ここに指を引っ掛けたままにしておいてください。で、そしたらこの余った毛先を持ってくるっと巻きつけていきます。毛先まで来たら引っ掛けておいたゴムの中に毛先を入れ込みます。で、こんな感じでできたら、あとはほぐして完成になります。縛った部分をしっかり持ちながらほぐしてあげると崩れにくくなります。後ろに向かってしっかりと手ぐしします。で、髪の毛を後ろに一つにまとめます。あとはねじって巻きつけていきます。髪の毛をこんな風にねじります。そしたら上に持ち上げてちょっとこうひねりながら巻きつけていきます。そうするとかなりキュッとしたヘアアレンジになります。先まで巻けたらその上からゴムで縛っていきます。で、こんな感じでできたら、あとはほぐしていきます。で、ほぐすときはさっきと同様、縛った部分を持ちながらしっかりとほぐしてあげてください。で、こんな感じでほぐせたら完成です。まずはポニーテールに縛ります。
で、くるりんぱをしていきます。ここの真ん中に穴を開けて毛先を上から下に通します。で、この時毛先を全部通し切らずに中途半端な状態で止めてください。そしたらこの余った毛先をちょっと巻きつけて、ここにゴムがあると思うのでこのゴムの中に毛先を入れ込みます。そしたらあとはほぐして完成です。で、ほぐすときはくるりんぱのここの上の部分が必ずへっこんでいるので、ここをしっかりとほぐすようにしてあげてください。こんな感じでほぐせたら完成です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はゴム一つでできるヘアアレンジを3つご紹介してみました。ぜひこのアレンジ習得していろんな場面で使ってみてください。じゃあまた皆様も私も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄にリンク貼ってありますのでチェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。